デザイン画を描きたいんだ。一人にしてくれないか。ん？すまない、朝日だと思って初対面の方に無礼な物言いをしてしまったな。私は桜小路ルナだ。これからよろしく頼む。結構な数のブティックを視察できたな。セントイリスの最新ファッションはああいった路線なのか。なかなか興味深かった。はい、とても勉強になりました。たくさんの服を眺めているうちについ買いたくなっちゃったよ。皆さんをご案内できてよかったです。最後に見た店のドレスはなかなかだったな。朝日に試着してもらったが、とても似合っていた。ああ、あの黒いドレスか。確かにぴったりだったよね。ああ、まるで一国の姫君のように。ああ、それは褒めすぎです、ルナ様。というか、私のことをからかっていますね。さて、どうかな？ルナ様。ルナさんも、朝日さんも楽しそうですね。車掌さんも一緒に来られたらよかったのに、もっと楽しくなってたと思う。車掌様には大切なお仕事がございますから、仕方ないですね。いや、一緒に来なくて正解だ。車掌側の場にいたら、朝日に惚れていたかもしれない。まあ、そうかも。それはそれで楽しそうですね。ルナ様、私のことをまだからかっていますね。お二人も話を広げなくていいですから。朝日の困った顔は私のクリエイティブな心をかきたてるからな。堪能できて満足した。この余韻に浸りつつ帰るとしよう。おしゃべりしているうちにすっかり暗くなってしまいましたね。ルナ様、おはようございます。お目覚めの時間ですよ。ルナ様。なかなかの蔵書数だな。いやー、本棚に本がみっちり詰まってるね。難しそうな本もあるけど、私にも読めるかな。きっと大丈夫ですよ、ミナトさん。服飾関係の本もたくさんありますね。服飾の歴史を学ぶとして、まずは何からお調べになりますか？そうだな、君たち特鉄隊にとって最も誇らしい装いといえば制服だろ。まずはその成り立ちから調べてみようと思うんだが、どうだろうか？とてもいいと思います。さすがルナ、いいところに目をつけるね。制服のデザインに込められた思いが分かったら、トレインナイトのみんなともっと仲良くなれそうだもん。では私が制服や鉄道に関する書籍を集めてきますね。よろしく頼む、朝日。はい、少々お待ちください。さんは何を描いているんですか？これはデザイン画だ。元の世界では毎日自分で決めた枚数を目指して描いていた。だからイリスクラウドに来てからも欠かさず1日20枚描いている。こんなに綺麗なお洋服の絵を1日20枚もですか？すごいですね。ミナトさん、教えてほしいんですが、デザイナーを目指している方にとって1日20枚のデザイン画を描くことは普通のことなんですか？いやー、そんなことないよ。ルナのモチベーションがすごいだけ。私は頑張って1日に5枚とかだし、他に用事があれば描かない日だってあるもん。100枚描いても納得できるものが1枚あればいい方だ。数と質のバランスは大切だが、まずは
枚数をこなさなければ話にならない。枚数をこなせばその分早く書けるようになる。早く書けるようになれば書ける枚数が増える。枚数が増えた分自然と質が上がっていく。少なくとも私はそうだった。ルナさんの才能は特別なものだと聞いていましたが、生まれ持ったセンスに頼るだけではなく努力も欠かさない方なんですね。とっても素敵です。うん、やっぱりルナはすごいよ。これだけ頑張っている人がそばにいると自然と身が引き締まる。ルナ様のアトリエには数千枚のデザイン画が積み重ねられています。そのどれもが新しい挑戦に満ちていて、とても綺麗なんです。服飾の世界への情熱を絶やさず努力を続けるルナ様のことを私は尊敬しています。朝日も港も大げさだな。それに今更のことだろう。さて、朝日が集めてくれた本を読むか。服飾関係の知識を取り入れる前に少し鉄道の歴史もさらっておこう。視線がページの上から下へと移動したと思ったらすぐに次のページをめくって、あんなに分厚い本なのに残りのページがどんどん少なくなっていきます。あの車掌様、ルナ様の邪魔をしない方がいいと思います。そうそう、こういう時のルナには絶対に声をかけたり触ったりしちゃダメだよ。以前デザイン画を描くことに没頭しているルナ様へ声をかけて叱られた記憶があります。邪魔するのバカだれって言われたんだよね。ルナさんがそんなことを？全部聞こえているぞ。君たちは定規で叩かれたいのか？定規で叩くってどういうことですか？ルナ様の意に沿わないことをした際、定規でおでこを叩かれたことがありました。おでこ？もちろんそのお仕置きにはきちんとした理由がありましたが、とても痛かったことを体が覚えています。まあ集中している時に水を刺されるのは誰だって嫌だもんね。ここはルナの邪魔をしないように静かにしとこうよ。でもこういう時のルナって瞬きしてないのって思うくらい真剣だよね。フィリア女学院での授業中とかデザイン画を描いている時とかは一言も喋んないし。読み終わった。私たちが喋っている間にもう読み終わっちゃったよ。さすがはルナ様です。大げさだ。この本を読んで一つ分かったことがある。各国の特色に合わせた機能性とデザインが一体になったもの、それがこの制服なんだ。機能美とはよく言ったものだが、着るもののパフォーマンスを上げるからこそこの制服はさらに美しく見えるんだろう。ここに私なりのアイデアを加えられないだろうか。早速本題に入りたいところだが、せっかくだから朝日が入れてくれた紅茶を飲んでからにしよう。紅茶は適温のうちに楽しむのがいい。もしかしてこのクッキーも朝日さんが作られたんですか？はい、私が作りました。ルナ様は小食ですし、食の好みに偏りがあるんです。
もともと食への関心も薄いお方でもありますから。ルナ様の口に入るものはなるべく自分が作りたいと思っているんです。そうだったんですね。紅茶もクッキーもとても美味しいです。特にこの薄焼きのクッキーはいくらでも食べられちゃうよ。ありがとうございます。皆さんが褒めてくれて嬉しいです。さて、そろそろ本題に移ろうか。これが私が考えた各国の制服のリニューアル案だ。図書館を出たルナ様はすぐに自室にこもってデザインを起こされたんですよ。全部で50枚ほど書かれていました。やっぱりルナはすごいよね。毎日欠かさずにデザイン画を描いていると描くのが早くなるってこういうことなんだって思い知るよ。それはダメだ。私もいつかルナさんがデザインしてくれた制服を着てみたいです。これは私がイリスクラウドに来た思い出として持ち帰る。そして実際に仕立てた制服を朝日に着てもらうんだ。私が着るんですか？そうだが、それだけじゃない。朝日、その日が来たら君にも制作を手伝ってほしい。頼めるだろうか？はい。私は君に期待している。